こんばんは、 DR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。実は北京行ってきたんですよ僕、はい、世界の人たちと500人とディナーをするっていう会があって、はい、そこのねスペシャルゲストがブラッド・ピットだったんですよ。私それインスタで見ました。いろんな世界のセレブリティ僕結構実は会ってるんですね、うんうんうん、デビッド・ベッカムさんも 2,3 回会ったりとか、吉川晃司さんだったり舘ひろしさんだったり、まあ、それはまあもちろんファッションページを作ってきたっていうのもあるのでいろんな人に会ってきたんですけど、うん、もうねダントツナンバーワンだね。ダントツですか。それは何がズバ抜けてるんですか。わかりやすく言うと顔がない。いやある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 そのぐらいちっちゃいってこと。やっぱハリウッドスターって違うなってちょっと感じたんですね。オーラも違うし、オーラがある人だと、うん、もう遠くにいても分かるみたいなこと言うじゃないですか。分かる。20メートルぐらい後ろから来てるのが分かったもん。あ、来た来た来た。後ろからですか。そう、見えないんだけどこのオーラが圧が感じて、でここに来た瞬間に、あ、すいません抱いてもらっていいですか。そのぐらい。僕のインスタグラム見ていただくとブラッド・ピットさんと写ってるやつがあるんですけど、うん、これ目線くれたのよ。しかもブラッド・ピットさん、すごい。皆さんこれですよ、これこれ。あとでちょっとね僕のインスタグラムでもチェックしてほしいんですけど、うん、で似てる人がいるんですよね僕の中に。誰かなと思ったら最近会った中だと戸賀さんで、そんな戸賀さんが今着てるのが、うん、このニットなわけですよっていう。今日はね、なるほど、まあ、テーマニットなんですけどね、はいはい、あのカシミヤニット。今まではカシミヤニットってクラシックなね、はい、ものが多かったんですけれど、はい、実はかなり工夫されてきてスウェット感覚で着れるようになっているというのが今日をご紹介したい実はものなんですね。なるほど。で、まあ、これ普通に今まで通り、あれなんかセッテフィーリカシミヤもちろん触ってるじゃない、はい、どこが違うでしょう。え、それが今日の一番の問題です。え、手触りはねカシミヤのニットなんで変わってません。変わってないですよね、うん、じゃあデザインとか機能性とかで。機能性もそんなにカシミヤニットだからそんなに変わってない。あ、じゃあデザインなんだ。そう、それを探してほしいので、この3枚共通する部分があるんです、はい、まあ、形は違うよ、まあ、V ネック、これはクルーネック、丸首ですね、うん、いわゆる、はい、でこっちはタートルネックっていうその首が長い。それが今日の問題です。一番そこがね重要な部分なんです。あれ、私これいきなり見つけたんじゃないですか。お、あ、これ私言っちゃったんじゃないの。お、ここ一緒だもん。正解。イエーイ。どこ。この裾っていうんですか、うんうん、の形が全て一緒なんですよ、うん、腕もですけど。あ、腕もね。裾の部分のこのリブのここですね。ここと袖の部分のリブ、はい、が今までのより分厚い、うん、ブー、薄い。そうなんですよ。今までのニットって袖口の部分が長かったんですね。結構10センチぐらい普通にあるものが多かったんですけど、うんうん、これがあるとどうしてもここがすぼまるんですね、うんうん、だからちょっとクラシックな印象になるというか、でこれはどっちかというとカットソー感覚、 T シャツだったりスウェットのような同じような感じで着れる、もうちょっとカジュアルに着れるよねっていうので作ったらこれなんですよ。でこれ実はバカ売れなんですよ。あ、バカ売れしてるんですね。そうなんですよね。そのポイントがすごい大事、まあ、ドクラシックよりはいろんなスタイルで使えるようにっていうので考えられてるニットですね、これはね。ラグジュアリーにも使えるし、うんうん、スポーツにもカジュアルにも使えるし、まあ、もちろんあのスーツの下とかでも着れるよと、うん、多様性というか今の社会ってやっぱりそのスーツを着る人だけじゃない、うん、ジーンズ履く人もいればジャージ履く人もいればスポーツ、ね、スニーカー履く人もいればっていういろんな多様性のあるスタイルがこうやっぱりあるので、うん、その中でもニットっていうのはいろんなスタイルにはめられたらいろいろ着れるじゃない、汎用性が高いってことですね、うん、分かりやすく言うとね、はい、でご紹介できるのはこのセットフィリカシミヤという、はい、まあ、一番ドベーシックなクルーネックのタイプですね、うん、で V ネックの方はこれちょっとね普通のものより V ネックもね少し浅くなってるんですね。なのでこれも同じようにカットソー感覚で着やすいと、 T シャツの上でもいいですし、やっぱ V ネックが深いとクラシックなイメージが強くなるんですか。そうね、とかそこに何か重ねるためにやっぱりシャツを着たりとかっていうイメージになると思うんですけど、そっかそっか、 T シャツの上に着るってなるともっと狭くてもいいのかなという、うんうんうん、T シャツにすごい深い部位だったりするとなんかここだけ間が抜けちゃうじゃない。ちょっとエロくなりますよね、あまりにこう深いと。素肌でに着ちゃうとすごいエロくなるよね。ね、エロくなりますよね、うん、これはだからもう T シャツ感覚で着やすいんじゃないかなっていうので少し部位が少し浅めになってます、うんうん、これは赤、ちょっとクリスマスっぽいですねこれね、うん、赤、それからマスタード、うん、で今年ちょっと注目されているこのバイオレットですね。
今年も紫なんですか？紫着てますよ、すごく、はい、茶色と紫を組み合わせたりとかって、コードなんですけど、でもすごいシックです。茶色と紫、コードな感じしますね、うん、あとこうやってグレーと紫とかね。あ、こっちの方が、これも素敵じゃない？うん、素敵、うん、今日の僕のグレーのニットの上にこういうパープルをちょっと刺すとか、うん、っていうのもいいと思います、ね、高貴な色っていうのはね、またいいんじゃないかなっていうところですね、うん、はい、そしてタートルネックですね。タートルネック、まあ、いろいろあるので、うん、なんか使っていただきやすいんじゃないかなと、うん、ここでちょっとね見ていただきたいのが、はい、この感じですね。もう出てきたもん、もうやっぱりこの人出てくんだもんそうだ、ブラッド・ピットかトガさんっていうのはここかなと思ってるんですけど、もうそうだ、見てこの、ね、ニットの着方とか、これも1枚でさらっと着てるんだけど T シャツ感覚でニットニットしてないというかさ。そうですね、これもちょっと見てほしいんだけど、色気ダダ漏れでしょ、これもう漏れてますね、うん、さらに触ったらこれだからね、うん、あちょっとだってこれも触ってみてよ。もう大好きでしょこれ。想像の真逆だったんですよ、うん、え、どういうこと、どういうこと。あの結構見た目的にしっかり系のやつかと思ったんですよ、うん、こういう縄編みでね、ケーブル編みだからね、から少し重めかなと思ったら、日本だと思ったらブラジルでした。え、真逆、真逆。あ、そう、真逆ってことね。世界の逆にいた。あ、意味が分かんない。いや、分かるけど、分かるけど、真逆、うん、包まれてる感じしない、これ。これも包んでほしいですもん。これの、まあ、白と、まあ、これもネイビーとね、はい、あ、もうこれやばい、包まれたい、包まれたいやつなんですよ。クリスマスも包んでもらったと思うので、うん、もっと包んで私っていう、ね、何、もっと包んでって何それ欲しい、みんな期待してる人で、もっと包んで、うん、私のことをもっと包んでほしいな。はい、いただきました。これ本当に需要あります？めちゃくちゃ需要あるよ。本当ですか？大丈夫かな？でもこれはびっくりしました。あの、このパターンもあるからね、ボタンアップのね、はい、あー、もうこれはフランスですね。急にね、斜め上って感じです。あー、意味が分かんない、フランスです、だから。あ、なるほど、え、意味が分かんないうわ、これも素敵だな。今聞いたら全部欲しくなってきた。これ あえて一番つけるだったらどれ？それ買うわ俺。私でもね、もうね、うん、二択なんです、これか、うん、もうやっぱブラジルですね。あ、これ、はい、俺これ着たら多分昭和のおじさんでシチュー食べてそうな、あの山とかで、いや、やっぱ今日シチューだよねとかっていう感じじゃない、なんかそれはそれで素敵ですけどそっか。え、ちょっとネイビーの方持ってみてもらっていいですか？あ、ネイビーかな、これ。あ、ネイビーありですね、これいいね。もうこれがこれです、ネイビー推しだね。ネイビー推し。そんな高くないんだよね。あ、高いかな、ごめん、高かった、いい値段しました。これ16万でしたすいません、安々買おうかなと思ったけど買えない値段だわ。変な声漏れちゃいましたちなみに、あ、これは65,000円、クルネックは V ネックも65,000円でしたね。なるほど。ボタンアップのやつは、これは、あ、いきましたね、12万円です。おー、ちょっとかっこいい値段ですね。これ1個持っとけばみたいな感じで買うのがいいんでしょうね、うん、一押しをってなると、やっぱりこれじゃないですかね。これ触った瞬間に落ちます、うん、これ。そんなのなかなかないけどね。だってこれ腕組みしたいもん、できるだけ多く、ねえねえってやりたくなりますもん、うん、今日おでん食べるみたいなそうそうそう、日本酒飲みに行くみたいな、みたいな、うん、今日のおかずどっちがいいみたいな。もう分かりました、分かりました大丈夫です、大丈夫です。ということで、はい、まずはニットをご紹介したんですが、こうスタイリングとか着ている姿みたいなのが大事なわけで、うんうん、ということで、はい、BR 選手権でございます。あ、そうだ、忘れてた。今回はテーマはね、設けてないんですよ。そうなんです、これだと思うファッションを、はい、ぜひ我々に見てく、見せてくださいということで、はい、うん、募集をさせていただきました、はい、星場賞、寺田賞、はい、がそれぞれ1名ずつ、その方には、BR オンラインで使える5000分のポイントを差し上げます、うん、そして特別賞の方は2人で3名選ばせていただきまして、その方々には2000円分のポイントを差し上げております、はい、ということで、はい、まずは特別賞3名、はい、はい、選んでいきたいと思います。 HK さんですね、隼人小村さん。いやー、もうほんとキュンキュンしました、この写真なかなかないじゃない、2人で、でこのラブラブ加減、いわゆる恋人同士が撮るような写真なんですけれど、うん、これを恥ずかしがらずに照れずに2人
二人でやってるっていうところが僕いいんです。いや本当そうですよね。この人は実はこんなのもあったんですね。いいよね、うんうん、愛も伝わってきます、伝わってきますね。ということで特別賞をちょっと差し上げたいと思います、はい、そしてはい実はですね、はい、2個目の方は、はい、私がいいと思った写真と星葉さんがいいと思った写真が別々だったんです。そう同一人物なんだよね。でもそうなんです、うん、なのでその方に特別賞を差し上げようということになりました、ね、はい、で僕が選んだ写真をじゃあまず、ね、高一飯田さんですね、うん、僕が選んだのはこれです。そして私が選んだ写真がこちらだったんです。どちらも高一飯田さんだったんですよね、はい、決めてる時とオフショットみたいな感じなんですよね、うんうん、そのオフショットの時はなんでいいなと思ったの。文章に書かれているのがグアム旅行って書いていて、うん、グアム旅行でパパがこの格好してるってめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。でもあれでおしゃれなんですよ。グルカサンダル履いてるけど大丈夫。いやまあそれはちょっと気になるんですけどだけど特別賞なんだ。俺の方はあれですよ、なんかこうちょっとね面白いミックススタイルって書いてあるんですけど、イタリアン、ブリティッシュ、アメリカンって全部混ぜてるスタイリングで、うん、ミックスしてるんだけどすごいまとまり感があるっていうところで、うん、なんかそのおしゃれが好きっていうのがすごい伝わってきたっていうのと、結構ねいろんな投稿してくださってるんですね。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。そういう意味でもぜひ特別賞を差し上げたいなというふうに思いました。そし て、はい、最後は、はい、私がちょっと推した推しの特別賞の方なんですけど、はい、スタイリングというよりも、うんうんうん、もう写真の構図と今までにない感じが面白いなと思ったので選ばせていただきました、はい、こちらの方です。北海道ですね。新田翔太さん、おめでとうございます。おめでとうございます。確かにちょっと雰囲気のある、ね、写真、ね、そうなんですよ、うん、この後もすごいよ。これこうして砕けてるからね。あらギャップがね、男同士の仲良さがね伝わってますね。そうなんですよ。フグ食べたのかなみたいな。あーいいね、ヒレ酒熱いなみたいな、ね、熱いなみたいな、美味しいなみたいな、ね、いい香りするなみたいな、うん、ここでマッチつけてここ蓋するともういいです、ヒレ酒の説明ないです空気感が伝わる写真っていうのが、はいはい、素敵だなと思ったので選ばせていただきました、はい、おめでとうございます。ということで新田翔太さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いよいよじゃあ、はい、小寺田の発表です。はい、小寺田賞の決め手は、うん、寺田由紀がデートしたい人なので、この方は、はい、パッと見た瞬間に、うん、あ、もう間違いない、うんうんうん、鹿児島のブルドッグボーイ93さんですね。この人ですね、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひこの写真を持っていただいて、デートいつにするみたいなねえねえ、デートいつにする？はい、いただきましたこれすっごい喜んでると思うよ。本当ですかね、大丈夫かな。いやでも素敵だ、ね、本当素敵だなと思って。シンプルだね。シンプルで、はい、抑えるとこ抑えてる感じがするんですよ、まあ、ちょっと濃いけどアズーロエマローネじゃないですか、うん、それも素敵だし、うん、ジャケットとタイをネイビー合わせでキュッとまとめてる感じも素敵だし、うん、でもちょっとサングラスかけて決めてますみたいなのも、なるほど、色の統一感とかも素敵だなと思ったので、うん、はい、ブルドッグボーイ93さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、最後は星葉賞でございます、はい、今回もねおしゃれな方いっぱいいらっしゃって、うん、ちょっとねでも今回の方は今の時代のムードみたいなものをすごく上手に捉えてるんじゃないかななんていうふうに僕自身が感じて、おこの人です、おがちさん、おめでとうございます。おめでとうございます。星葉賞です。はい、ポイントはコートの着方、うん、ちょっとゆったり着てるじゃない、まあ、ちょっと女性が着そうな、ゆきちゃんがトレンチコート着るとこんな感じで着るんじゃないかなみたいな。確かに若干サイズ大きめなのかなって思うぐらいの、うんうんうん、ちょっとダボっとしたトレンチコートを、うん、ボタンも多分閉めてないですよね。そうですね、で前のベルトでちょっと結んだぐらいの、うん、ざっくりした着方ですよね、うん、なんかこの感じって今のまさにトレンドなのかなというところが、正当的に着る着方ももちろんあるんですけど、こういう時代のムードを取り入れた着こなし方みたいな、やっぱりファッションって楽しめるものじゃない、うん、やっぱり常々僕はファッションじゃなくてスタイルを、形を作りなさい、型を作りなさいって話をしてるんですけれど、やっぱりでも時代のムードとともにこういうことを楽しめるっていうのもすごくやっぱファッションの面白さだと思うので、うん、この尾形さん、また新しい着こなしをですね、うん、どんどんご提案いただきたいなというふうに思いました。あとあれですね、今回公開収録に来て、うん、
くださっている方々の投稿たくさん、多かったね、本当に見かけられまして、それもすごく嬉しかったですね、はい、こうおしゃれして公開収録に来てくれて、そう、ね、でさらにこう BR 選手権に投稿してくれる感じが伝わってきて、またぜひね公開収録やる際はぜひ皆さんおしゃれして投稿してほしいなと思っております。実は、はい、寂しいことでこれね、うん、年内最後なんですよ。もうそうなんですよ、時期が、え、もう2018年終わります。なんかさ、まあ、僕いろいろこの BR チャンネルのコメントを皆さんいただけるじゃないですか、うん、もう皆さんありがとうございます。皆さん一つ一つ僕全部丁寧に読んでるんですけれど、ゆきちゃんに対するコメントでどんどん綺麗になってるみたいなコメント多いよね最近。ありがとうございます。それね結構僕よく見ますよ。あ、でも私も書いてくださってるなとは思ってました。それってでもこれから一つまた年が上がる、まあ、それが30の大台になるっていったところでいい女になっていくっていうのはすごくもう素敵だと思うんですよ僕。わあ嬉しい。それはだから皆さんが見てそう思うってことはすごいやっぱり成長されてると思うのね。年末っていいですね、こういう言葉を聞けるってあれ年末でしたっけ今年末なんです、ね、ど年末です、ど年末ね、はい、どうでした星葉さんはこの1年。怒涛のような1年ですごい忙しかったんですね。そうですよね、今年もめちゃくちゃお忙しそうでしたもん。もうヨーロッパからアメリカから本当に出張ばっかり行ってたんで、うん、海外に。ただおかげさまでこの BR チャンネル関わらせてもらって、どのイベントに行ってもどこに行っても本当にこれ YouTube で世界的にも皆さん見てるよみたいなことを言ってくださるので、これが大きくなってるのが分かりますね。なので来年はもっとすごいいろんな企画ができると思うので、はい、来年に向けての抱負を。いや、まずは BR チャンネル、チャンネル登録者数10万人が間もなくだと思うので、うん、はい、10万人を超えると、うん、YouTube ってドカンと行くらしいんですよ。おうおうおう。ということは、はいはい、BR チャンネルがドカンと行く年なんだろうなと期待しております、うん、2019年、まあ、今でも十分ドカドカ行ってるけどね。行ってるんですけどね、うん、でもなんかさらにドカンと行くんじゃないかなという可能性をすごく感じております、うん、なので、2018年も本当にありがとうございました、はいね、でも2019年もですね、さらなる高みを目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん2019年もお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ星葉さんもじゃあ2019年の、はいはい、お願いします、今ゆきちゃんが言った、ことと同じです。いやこら省略すな今までのいいムード返してほしいでも同じ、来年もっとすごいことになると思うので、うん、皆さんぜひ楽しんでいただきたいですし、はい、いろんなイベントが増えてくると思うので、はい、ぜひまたね来年もお付き合いいただければと思います、はい、ありがとうございました。ということで2018年の配信は本日で最後となります、はい、面白いと思ってくれた方は来年に向けてぜひ、はい、チャンネル登録をしていただければと思います。そして2019年も、はい、皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますということで、はい、今年1年大変お世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。次回はこちら、一色取り入れるだけでものすごい格段にバーンとリッチになるのは、うん、やっぱこの色なんですよ。ジョシュア・エリスのこれストールですね。エロいですね。素晴らしいアイテムだと思いますよ、うん、このベージュのシャツエロすぎますね。これめちゃくちゃエロいですね。でペトリロのスーツですね、うん、キャバルリーツイルって言ってシワになりづらい、大人っぽいね。すごい超いいなって思います。皆さん、アクアディパルマ寺田セットをご購入いただきましてありがとうございました。なんとめちゃくちゃすぐ完売したらしいです。ありがとうございます。ということで買えなかった方もたくさんいるであろうということでですね、追加が決まりました。はじめ50セットだったんですよ。なのにね、追加される数がね300らしいんですよね。きっと皆さんが買ってくれるということを信じております。本当に寺田セット300完売させたいんで皆さんよろしくお願いします。本当にいい香りなのでぜひ買ってください。そして今週ご紹介した商品はこちらです。そしてじゃあ宣伝を、はい、SNS を
ぜひフォローしてください。来年に向けてたくさんのことを動いてたりとかいろいろしますので、ぜひ SNS で最新情報をチェックしていただけたらと思います。そして星葉さんも11月15日に発売した、僕が初めて書いた4冊目の書籍なんですけれど、女性のおしゃれについて今回書きまして、これが実はすぐにですね増刷が決定して、すごいものすごい売れております。あの皆さんありがとうございます。これぜひ買ってください。あ、そうだ、フォルツァスタイルも見てくださいね。あ、はい、そうですね、はい、毎日更新しております。今回はこの辺ですかね。はい、今年もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、こちらです。早く10万人、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 早く10万人。そしておすすめ動画はこちらです。こちらです。早く10万人、早く10万人、早く10万人。おもちゃみたいな。